西浦家の秘密きた。西浦のババアと基本うち顔似てるでしょ。あれうちの文系萩原家って言ってんかね。萩原健一証券もうちの文系やからね。もう萩原健一の話はお続きで話すのはタブータブーを犯したから、お続きのタブーをね、それは芸能人になったらあかんねんけど、まあ、後にまあ鈴江さん姉妹が芸能人になっちゃったから、その一番下が、あ、一番下は関岡香織と芸能人じゃないけどね、厳密にはね、似たような職業やね。だけど男子やったから翔くんはね、まあ、健一兄っていうべきでしょうけど、文系からね、所詮。でその翔くんの妹が萩原の、あ、ちゃましゃいた、西浦のほぼバカの二人やね、隣のね、隣の隣やけどね。ほんで、まあ、その間にもう市役所のじゃないか、史跡要するにもう公の物件になっちゃった西浦店が挟まってるけどね。で要するに西浦家は何してたか、もともとね、実は坊津の港のこと西浦って言ったって言ったら、元は実は元は門間も西浦って呼ばれてる。西浦の町や、西浦家の町っていうか西浦って呼ばれた裏やねん。ね、どっから見て西なんですか。常に大辻から見て西にあったら西浦って呼ばれる裏になる。全部北浦、西浦、南浦、東浦、全部裏やね、大辻から見たらな。で、意味なの。で、門間が西浦って時に西浦桃子っていた。今回いないです。廃止されたから。西浦桃子だけはどうもうまくいかんなと廃止されて。西浦桃子の記憶はちょっとはあるよ。うち残ってる。みんなの店に来たからね。で、そうね、結局西浦家は何してたかって言ったら、実は湯葉をやっとった。銭はやった。あれ入れ替わってるの不思議やろ。温泉というか銭湯か、銭湯の方が湯葉とお湯で、糸巻きとか今要するに魔女やってるのが銭湯だろ。あの島入れ替わってんの。あの島西浦のババ二人な。宮崎あやさんこの辺訪れて、まあ西浦とも喋ってるはずやけどな、実は。で結局まあ証券とも知り合ったはずやし、それはもちろんな。で結局203高地のことについて、あ、間違えた、226事件っていうのかな、ことについていろいろなんかいろいろ話して揉め事もあったみたいね。で、そのはずやね。で、映画ね、映画についてね。それでまあそれは宮司がやらされたらプレアデスの有力な司令官の一人やから、プレアデスというかスバルのな。で証券もさ、有力な司令官の一人やね、実はな、スバルのな。ああ、そうそう、その谷間慎さんもそうやね。有吉隆さんはシリウスなのねって言われてる。詳しくは知らん。シリウスのことは思い出すの大変、思い出そうと思ったら思い出せるよ。でもずっと先やろな、そのことは、ね、今回思い出さず、うん、でもずっとあったやろ。いっぱいせなあかん仕事が間に挟まってるやろ。さて、じゃあ西浦家が何やってたか、うん、それは限って言えば要するに遊女で遊んだやつを職人にしてる家やった。一回の人生ちゃうだよ。前回の次元で遊女で遊んだやつ、まあ女で遊ん、女もて遊んだやつを多治見に職人として転生させる役目になる家やった。家やった。それがまあ銭場ギバの話やな。怖い家やんか、怖い家やで、みんなにとってはね。で結局じゃあ、立ち見の初見ってみんなかつて女でもたそう、女をもたそうなやつら、イエス、バカす、バケバケ。ほんまもんのギャグすぎてちょっと笑えんかったやろ。さらに言うとしてな、そうやって立ち見で、まあとりあえず職人やりなさい。で陶磁器、人類最初の技術だから、まあ最初じゃないけどね、かなり初期の技術、そ
それは実は矢印とかの古いかな、陶磁器よりもな。じゃあ刀鍛冶の古いやんかって言われたら確かにそうやけどな。でまあ包丁、男の技術、その刺身切ったりな、女苦手やん、な鍋もかとくな、それ陶磁器、女の道具を作りなさい、鍋を作って女っていうものをどんなか理解しないといけないよと、反省しなさい、その代わり、反省だけじゃなくてその陶磁器を作ってみなさい、女の象徴であるカップのね、聖杯、これが聖杯の器でもあるんだよ。だから西浦の女は知ってるはずやけど言う資格がないの、残念ながら。よくないかな。それ、あの坊の津時代は熊祖大王の久米三佐地区おってね、それでも言う資格がある、ね、西浦っていうのは久米やからな、久米県、西浦県って元はね、あいっぱい混ざってる。でパクに乗っ取られてる感じです。それは木下律やけどな、で木下、まあそれの事情もまたぎっちり言うからね。織田信長は完全なパク、木下な、必死で中国にも乗っ取ろうとして、まあ天皇家がリーかな、パクかな、まあパクリかな、パクリの語源な、天皇家の。だから中国による日本の侵略はすでに成功してんねん、2700年前からね。で、だから朝鮮半島とか日本を恨むっていうのはまあそれは複雑やで、誰を恨んでるか分からんやろし、全部恨んだら意味ないし、まだな、曲がりなりにも朝鮮の漢民族生きてんねんから、生き残ってんねんから、何もかも一緒くたに恨んだら、何もかも一緒くたに潰されるな、朝鮮の。ってな。でしょ、な、自分の思考を変えれば自分が起きる。ということでも、まあ、諦めか。今のは何もかも一緒くたに、ぶっ潰してんやろ。ちゃんと弁別して話してるやろ。その上でこうやったら、どうなるか。全部潰れたか、君生き残ってるじゃないか。ね。さあ、で、その綺麗な包丁を使わへんねん、ずっと下手やし、包丁は。よし。で、きっと、そんな綺麗な包丁ほどの綺麗じゃない。ね。女一緒せん。ね、まあそういうわけで、立ち見の加藤は西浦に頭上がらないのを、かつて女を持ったら、そんな奴らや、やからね。本当なんですよ。ただ次元は女なんですよ。前の次元で。さあ、前の次元の話を言うなよと法律を触れるぞ。っていうわけでもないし、ちゃんとこうやって説明してるけど、今回の事件じゃない、名誉毀損だよ。え、前の事件の話したら名誉毀損になるんですか。じゃあ名誉損なうようなことやっぱされたとお認めになりますかって。いや、だから前の事件にそんなやつやったって言われたら、あかやろ宗教上。あ、宗教上ですか。でもそのこれ宗教論争、宗教戦争ですか。じゃあ法律違反になりません。